こんばんは。12月3日金曜日夜9時を回りました。リードタイムです。パーソナリティのアイゼンです。はい、12月3日そうですよ、そうですよ、そうですよ、4月ですね。はい、ついにやってまいりました。はい、坊さん走るとします。はい、坊さんが走るとします。はい、え、違う、坊さんが走るとしますは、しますってそうでしょ、字的に。うーん、そう、知らんかったんですか。いや、死が走る。いや、そうですよ。だからほら、年末で忙しくなるからね、うん。なんで坊さんが忙しくなるのかな。いや、いろいろ昔はほらさ、いろいろあるわけですよ、年末。坊さんがいろいろね。今はまた違いますけど。はい。というわけで、はい。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 はい、というわけで、はい、今週も、はい、占いババです。はい、アシスタントの占いババです。あ、つい名前変えやがった。はい、はい、どうも。はい、というわけでね、はい、亀仙人の姉ちゃんなんだからな。あれ違ったっけ。あれそうだっけか。いや、わかんない、ちょっと。いや、全然、そうだっけ。そんな設定だっけ。確かそうよ。わかんない、全然覚えてない。だから俺もその、占いババアっていう名称を聞いて、うん、ああそういえばいたな、ドラゴンボールにって、なんとなく思い出してぐらいで、うん、はい、詳しくは、全く詳しくないですけど、先週の続きはウェブでに、画像ぐらいは載ってたんだっけかな。画像だけ載せました。画像だけね、はい、はい、うん。占いババアが何者なのかって、うん、うん、後で、何、後でこれ本編で言っていい、うん、あ、どうぞ、はい、はい、調べたから、はい、あ、はい、アシスタントのジェニコです。あ、はい、はい、どうも、はい、はい、というわけでですね、はい、今日はちょっとスケジュール都合つかなくて、姉様欠席でございますけれども、はい、はい、2人で粛々と、はい、非常に残念ですが、はい、ね、はい、はい。それでは、はい、行ってみたいと思います。はい、この番組は台湾インターから車で5分、ミシュランガイドにも載っている。俺が、メンハウス、木漏れ日。木漏れ日。新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ。サライゾート、この間タイヤ帰ってきました。あざす。あれ、普通だ。え、何？サライゾート。これ、いや、やめて、笑って喋りながらやめて。そう、今日はやめよう。今日二人しかいないんだから、やめよう。やめよう、はい。私がフリーズしても、はい、ほら、助けてくれる姉様が今日はいないんで。そうや、まずい、はい。はい。はい。地下鉄高等台公園駅から徒歩2分。本庁教室を中心にレッスン受付中。仙台の音楽教室なら、ロックンミュージックスカールの提供でお送りします。はい、というわけでございます。はい、ね、はい、というわけでなんですけど、実はちょっとお知らせがありましてですね、はい、長らくずっとですね、この番組スポンサーやってくれてたですね、木漏れ日がですね、ちょっと今月末で一旦ちょっととりあえず、一旦休止という形に、はい、それはあれでしょ、スポンサー休止なそうです。お店はバリバリです。はい、うん、よかったよ。はい、はい、いやびっくりした。はい、なんか、うん、今一瞬長らくって言ってたから、ね、はい、そんなことはない。アシスタントをやっていたジェニコが、今年限りで首となりますって言われるのかと思ってびっくりしたよ。いやです、占いババですから、はい。はい、ね、まあほら、今はね、いろいろいろんなものがこう高騰したり、なんだりかんだりで、いろいろこう、ちょっと大変だったりするわけなので、はい、そうですね、まあね、そう、本当に、ね、泣く泣くというところだったりするんですけど、僕も非常に残念なんですけど、飲食店は本当大変だと思います。本当に大変ですよ、どこも本当に、うん、もうやってるだけですげえなっていう、うん、あれですけどね。だその中ね、うん、本当にね、すごい頑張ってやってますよ、木漏れ日は本当に、はいはいね、はい、で近々ですね、そう、今年はうちで結構大量にゆずが取れたんで、木漏れ日に今度、持っていく予定です。アイゼンスペシャルがまた出るわけですね。はい、出ますよ。はい。うん、一応、はい、そう、別にゆず農家じゃありません。はい。ミュージシャンですよ。はい、なぜか庭に生えてるゆずの木から大量に勝手にゆずがなってく、生えてくるだけでですね。はい。ゆず農家ではございませんね。ゆずには流血させられましたね、はい、私はね。ああ絶対忘れない。ありましたね、そんなね。
はい、そんなこともね、そんなこともありました、はい、皆さんユズのトゲには気をつけましょう。ほんと暗闇でユズを盗もうとすると、あの手がから血が出ます。はい、ね、そうですよ皆さんね、はい、いけませんからね。はい、はい、というわけでですね、ぜひあの木漏れ日ですね、足を運んでみてください。この時期とか本当にね、温まりますよ。はい、身も心も、身も心も温まる、ね、木漏れ日、はい、木漏れ日、はい、本当にね、はい、いい、なんていうかもうプロの味って感じですよね。うまい、はい、ぜひね、はい、行ってみてください、うん、はい、というわけで、はい、じゃあシャクシャクと参りましょう。一旦 CM です。看板系のココだわ。僕たちペットと同じように車もご主人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわ。はい、ってなわけでですね、さあ、じゃあ、やっていきましょうかね。はい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 。それでは、まず、うん。はい。占いババについて。はい、占いババについて。ああ、ああ、そこ、はい、うん。はい。はい。はい。ですね。おう、調べた。うん、やっぱり亀仙人のお姉様だそうで。おー、なるほどね。はい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 。はい。ほうほう。で、うん、占いババっていうのはあだ名で、うんうんうん、もう本名は不明だそうです。そりゃそうです。あの、そりゃそうでしょうよ。あの、占いパパ、何、占いが名字でパパが名前。はい。なわけねえだろうが。うん。そして、うん、そして、年齢は、はい、なんと、はい、500歳以上で。うおー、うおー、ほう。亀仙人よりも、200歳近く年上。うんのお姉さんだそうです。あー、なるほどね。運動親すごいよね。いや、そう、俺も今全く同じこと考えました。あの、そうですよね。だから、いや、わかんないけど、うん、それはほら、どういう、だからさ、いやさ、なんていうの、はい、ほら、あの、例えばエルフみたいな超名手だったらさ、こう、ある程度この肉体的なんていう、単純にほら超名だから、あの、例えば、はいはい、あの、何百歳って言っても、要は、あの、うん、見た目的には人的には20、30代みたいな感じだったりするわけじゃない。だから、そういうのの、うんうん、ね、あの、200年とかって言ったらあれだけどさ、うん、いや、あの方たちどうなんだろうって、なんか勝手な感じだけどさ、もうじじいになってからただひたすら長く生きてる感があるじゃない。うん、いや、そう思う。だって、なんか、普通に。年相応じゃないけど、あの、うん、ね、じじとばばが、うん。うん、あ、500歳。はい。ああ、いつから、あの、止まってるんだろうって感じですよね。いやー、ね、あの、ちゃんとさ、はい、普通に、普通にじいさんになって、で、そっから、こう、天寿を全うせずに延々と生き続ける感が、まあ、勝手なイメージでね、あるじゃないですか。あの、亀仙人も占いババも。はい。はい、そうすると、お母様はどうなんだろうって考えると、ね、200、うん、いや、待って、いや、500歳ってことは、うん、多分1000年ぐらい生きてる、そうですよね、いや、人なんじゃないの。すげえな、なんかいろいろすげえな、いろいろすげえな、うん、すごいよ、うん、はい、しかもさ、うん、あの、なんかほら、ドラゴンボールってさ、うん、あの、みんな、あの、死んじゃったりするでしょ。ああ、しますね、はい、はい、うん、で、はい、あの、もう一回戻ってきたりとか、しますね、設定がすごいことになってるんですよ。しますね、しますね、はい。はい、うん、だけど、占いババは、うん、あの、死なないんです。うん、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 うん。ちゃんと生き通るわけですね。着中一度も死亡してない地球人の一人。地球人って書いてるよ。ちゃんと地球人ね。うん、人間なわけだね。うん。うん、
あれ亀仙人って死んだことあったっけ、うん、もうないか、なんじゃない、うん、ある、だって唯一って書いてる、唯一、あ、そうな、うん、あ、唯一っていうか一度もし、あ、唯一じゃないか、ミスターサタンと占いババだけみたい、え、死んでないのが、はい、あ、その、いわ主要人物の中でってこと、うんうんうん。ああ、ええー、じゃあ亀仙人、あ、でも死んだような気もすんな、どうだっけ。でもほら、あの人たちってほら、うん、なんか行ったり来たり自由にできるから。いやいや、本当ですよ。そうですよ。死んだら死んだでさ、なんか海王様がいたりとか、なんか、いや、違うね、なんだっけ。なんかいろいろ、ね。なんかね、長すぎてよくもうちょっと覚えてませんけども。はい。というわけでございますけれどもね。はい。はい。で、なんだっけそんな、そんな占いババが、はい、コーラーが今週も始まりますよ。はい。はい。はい、俺ですか、あ、いや、姉さんやりましょうよ。占いババやりましょうよ。あ、やるんですか、うん、はい。いいんですか、はい、お願いします。いいんですか、はい。はい。ジェニコちゃんちゅーの、ちゅーたん、うん、めーこーだー、はい。はい、というわけで、はい、なかなか気合の入った、はい。大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。はい、というわけで。それでは、はい、行ってみましょう。今週も、行ってみたいと思います。はい。ピンときた動物さんの中から、うん、ピンときた動物さんの中からじゃない。え、いいんでしょ、あれ違う、4つの動物さんの中から、そうだよ、そうだよ、ピンときた動物さんを選んでくださいですよ。そうですよ、ね、全然違和感なかったけど、おかしいね、ちゃんと喋れなくなってるね。ピンときた動物さんの中からまた選ばなきゃいけない。大変だね、それね。はい、そう、はい、厳選してくださいね。はい、厳選、はい、はい、はい、じゃあ、カメさん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん、さてどれだ、パンダ、へぇー。よし、来たぞ。はい、占いババががっかりするときは、大体はこの、僕がいいやつを引いたときあるな。よし。それでは、楽しみだな。カメさんから行ってみましょう。カメさんを選んだあなた。プライドが高くなって、それが何かしらの障害になりそう。で、これ、プライドってね、ちょっとプライドっていう言葉にしてしまったんですけども、うん、プライドっていうプライドじゃないんですよ。ね、見栄とか、自分の今までの思い込みをきっぱり捨てて、うんうん、でもなおかつ堂々としててくださいっていう不思議な流れなんです。ああ、なるほどね。このプライドに結びつくところっていうところで、うん、自分のほら、今までの認識っていうのあるじゃないですか。思い込みとか。うんうん、それを、改めると、うん、良い流れに乗れそうです。ちょっと今回深いっすよ。深いですね。なるほどね。はい、はい、はい、はい。なんか捨てられないプライドとか、それだけが障害じゃなくて、うん、なんか今までの思い込みとか認識とかを、うん、ちょっと違う視点から見てみると、流れ変わってきそうです。あー、なるほどね。はい。はい。で、はい、ラッキーカラーは薄い紫。おお、はい、薄い紫ね。はい。うん。姉ちゃん先週紫だったな。姉ちゃんに会いに行こう。ああ、でもあれなんか、うん、あれまだ、あれまだ紫なのかな、なんか。あ、でもシルバーになってるかもしれない。なんかで俺見たような気がしないでもない。あれ違う、気のせいだったかな。あれ赤にする、したいとか言ってたような気もするけど。姉ちゃんが紫だったら、そうですね。姉ちゃんにあやかりに行きましょう。はい、はい、はい、というわけです。はい。はい、さあ、それでは次は。はい、そして、はい、ゾウさん。うん。はい、ゾウさん。ゾウさんを選んだあなた。はい。嬉しい知らせが舞い込んできそうです。あー、しまった、こっちか、こっちもよかったなこれな。新しいことにどんどん挑戦、過去のことは忘れる主義でいきましょう。ほうなるほどね、うん、はい、うん、心をオープンにすることが吉を、吉じゃない、うん、月を呼びます、うんうん、はい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 、でラッキーカラーは水色、うん、なるほどね。あー、水色の雨。はい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 、そうですね、はい、はい、そして次ウサギさん、うん、ウサギさんを選んだあなた、はい、
これもちょっと深いんですよね、うん、なんかね自分の本当の本当の本心と向き合ってみてください、うん、あなるほど、ね、なんかね過剰に心配しすぎたりははあと人に厳しすぎたりするとはは自分の本心っていうのは見えてこないんですよ。そうですね、いわゆる直感とか潜在意識とかいうところなんですけども、うんうん、あのなんかね不安とか怒りが大きいと、うん、あのそれはピタッと蓋をされてしまうわけなんです、うん、なので、うん、フラットにできる環境をあえて作ってみてください、うんうんうん、なるほど、はい、うん、そうすれば、うん、良い気づきがあるはずです。はいはいはい。でうさぎさんこれね多分ショック療法だと思う。ラッキーカラーは赤。ははははは。ショック療法、うん、はい、うん、赤ってすごい激しい色でしょ。あ、まあそうですね、うん、赤をもうバーッと見てしまうと割とね、うん、すっ飛ぶんですよ。おなるほど、はい、うん、ちなみに赤い部屋にいてみ、うん、てください。四方八方全部赤い部屋それはあれじゃない、スプラタスプラタじゃないですか、うん、それ、うん、スプラタスプラタだねそこであのまともな思考っていうか考えできると思いますか。いや、なかなかね、うん、うん、ちょっと、全部赤いの結構、結構来るね、これね。うん。これはなかなか。だから、なんか、そういうところに一瞬入ってみた感じで、うん、その、赤い色を目にパッと入れてもらえると、うん、あの、一瞬ね、その、ネガティブな思考回路っていうのが止まるんですよ。あ、なるほどね。ショック療法ですな。確かにそれはな。はい、うん、です、はい。はい。なので、はい、怒っちゃったりした時は、うん、あの闘牛の色でもありますけども、牛は、ね、牛赤を見ると向かってきますけども、ね、はい、いやでもあれさ、なんかさ実は色関係ないとかいう話を聞なんかフリフリしてるやつとか、いやそうなんか確かに、そうそうそう、揺れてるやつ、そうそう、なんか俺もちょっとはっきりした情報はなんかちょっと忘れちゃったんだけど、なんか昔見たのが、うん、あれ色は実は関係ないっていうネタを何かで見た気がしないでもないです、うんうん、はい、それか赤だけ認識するとか、まあ、違ったかな。いや、わかんない、どうだろうね、はい、ちょっとそこも気になるので後で調べてみたいと思います、はい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 、はい、そし て, そして、パンダさんを選んだアルゼン君、よし、あ、でもこれね、感情のままに突っ走りましょう。おおおお、俺苦手なやつやな、これな。そう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 。それ、苦手なやつだ。どうしたらいいか分かんないやつだ、それ、うん。うん。感情のままに突っ走りましょう、うん。で、しかも、理論、論理は不要かも。いやー、ダメだ。俺、もうそれ、俺一番苦手なやつだ、それ。マジ、マジか。うん、マジか。はあ、ただ、はい、叶えたいことはもうすぐ近くまで来てます。お、よし、来た、欲しいこと。来た、来たぞ。よし。よしよしよし。それは、うん、論理は不要ですからね。いやー、困ったな。うん、しかも、うん、極めつけで思いっきりロマンチストになってみてください。はい、あー、あれですか、またなんか、紅茶とバスローブでもやればいいんですかね。あー、もう笑わないぞ。うん、それでいいと思います。うん、ここでちょっとフリーズされると困っちゃうんでね。はい。そうですね。はい、で、はい、ラッキーカラーがね。うん。何？何ですか？何なの？はい、何を？ピンク！ピンク！わあ、ピンクね。ピンクのバスローブを着て、お紅茶を。もうバスローブいいでしょうか？それロマンチストなのかな。マイメロでもいいんじゃない。マイメロマイメロの、パーカーとか着て、パーカー、ああ、うん、なるほどね。ただロマンチストだからね、それ、ロマンチストと違うんじゃないのか、それは。うん、でもラッキーカラーピンクだから、あ、わかった、何、だ、誰かロマンチック止めて、今日は夏メロ特集になってますね。ドラゴンボール。じゃあやっぱりドラゴンボールですか？え、ロマン、それはロマンチックアゲーの方でしょ？あ、そうだ、あ、違った、あ、そうだ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 。うん。ピンクでロマンチックが止まらないといえば CCB じゃないですか。はい、ああ、なるほど、そういうことですか。はい。はい。ね、あ、毛の色をピンクにして、ドラムを叩きながら歌を歌ってみるといいと思いますよ。ああ、なんか毛の色ピンクな人にいろいろ歌、ああ、そうだ、占えばあなたピンクじゃないですか。
です。はいはい、なんか、はい、なんかちょうだい、なんかいいものちょうだい。なんかいいもの。ちょうだい、おねだり。ということは論理は不要かもの愛禅君に感情論で論破すればいいってことでしょうか。やめましょう。はいはい、終了。はい、この話は終了。はい、はい、超めんどくさいことになります。はい。はい、というわけで、はい、皆さんいい週間になるといいですね。良い1週間をお過ごしください。はいはいはい、はい、というわけで、あれ意外とやべえ、もうちょっと尺がねえな。ちょっと一旦 CM 行っとこうと思います。はい、一旦 CM でーす。サンライズオート、サンライズオート、看板系のココだわ。突然ですが、お車にお乗りの皆さんにクイズだわん。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そう、エンジンオイルの交換だわん。定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわん。サンライズオート、はい、てなわけでですね、なんだか知らないけど、あれなんか占いやったら終わっちゃいましたけど、占いパパについての考察がちょっと長かったんですね、はい、考察まあ考察ね、はい、いやでもまあそんだけ長く生きてるっていうことはちょっと発覚してびっくりしましたね。びっくりでした、はい、びっくりですね。はい、はい、というわけでございました。はい、さあ、はい、そんな占いババアジェニコ姉さんですけども、はい、はい、なんかコデビルさんでなんかあったりなかったり、なかったりあったり。あ、コデビルさんね、はい、あの12月はもうないね、もないんですけども、はい、1月に3本ぐらいライブあるので、順次発表していくので、ツイッターを、はいはい、ツイッターとかツイッターとかツイッターを見てください。はい、見てください。はい。よろしく。はい。はい。というわけでございました。はい。そしてですね、はい。ついに今年もこのシーズンがやってまいりました。はい。本当は11月ぐらいから流そうかなと思ったんですけど、見事に忘れておりました。はい。これ。あれだね。泣けるサンタの曲ですよ。はい。うん。うん、うん、はい、泣けるっていうか、世にも悲しいサンタの歌だね。いやでもね、いや本当にね、あれです、いや若い人は分かんないかもしれないけども、ある程度年食うとね、この歌は染みると思いますよ、本当に。ぜひ日本語バージョンを出していただきたいと思います。いやでもあれです、YouTube の方でですね、大役が載ってるのでね、ぜひ見ていただきたいということで、はい、裏で流れております僕とですね、コンタオヤ文等で、サンタクロース、はい、違いますよ。ちょっと違いますよ。ちょっと違いますよ。はい。サンタが主人公の、はい、ちょっと変わったクリスマスソングが流れております。はい。はい、これね、YouTube の方の動画がすごいね、ドラマチックになっておるので、ぜひ見ていただきたいなというところですね。はい、はい、僕の方で出ております。I'll be your Santa Claus tonight っていう曲です。はい、というわけでございます。何ですか？はい。I'll be your。はい。もういいや。はいはいはい、大丈夫。サンタクロース、トゥナイト。はい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 。はいはいはい。リビードアーツスタジオの方でですね。はい、リビードアーツチャンネル、チャンネルか。はい、YouTube、見てください。はい、出てます、はい。はい、というわけでじゃあ行ってみましょう。はい。はい、この番組は台湾インターから車で5分、ミシュランガイドにも載っている。目合わせ、これめぇ新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ。サンライズオート！地下鉄高等大公園駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室なら、ロックミュージックスカーレの提供でお送りしました。はい、というわけでございました。はい、というわけでね、ちょっとね、本当本編でいろいろやりたかったことが、またいろいろ、ちょっと、情勢がいろいろ、ああなってこうなってきたんで、ちょっとコロナ関係で話したいこともあったんですけど、全く話す余裕がなかったので、まあもしかしたら続きをウェブでちょっと久しぶりにお話ししようかなと
いうところもあったりもするので、はい、やっちゃうかもしれません。はい、ぜひ続きはウェブでググってみてください。はい。はい。さあ、というわけで来週はどうなるのでしょうか。はい、それでは皆様、はい、良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。バイバイ。Because I have just one day to repent. Only after all that pain, gotta bring all the good men just for tonight. Surely God will forgive me this holy night. So I pull on my red suit. Get really all online. Get the girls to make the presents for a holiday. That's what we still tell my just for tonight. Surely God will forgive me this holy night. Love is coming, and this year, it's time.